とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。今シーズンは18回で、若干難しいところはあるものの、やり方さえ分かれば余裕なのでやっていきましょう。では、まず1階からですね。1階結構俺嫌いな場所なんですけども、まず、落ちる床をある程度落としておきます。そうすると敵が勝手に落ちてくれるので、結構お得になります。で、1階から敵が意外と多いです。よし、今1体落ちたね。このね、召喚してくるやつ、あいつを、早めに倒しておいた方がいいです。できれば、落として倒すっていうのが理想的かな。でもそう簡単には落ちなかったか。仕方ない。OK。で、あとは上にいるやつらでおしまいですね。さあ、落ちたー。はい。2回クリアでーす。いきましょう。報酬でクレイモアですね。この攻撃力が必要になります。で、エンチャントを入れておきましょう。追い打ちと鋭利ですね。とにかく火力を上げる感じでいきます。で、ここ、向こう側にはまだ行きません。まずこっちの方ですね。で、ラビジャーを倒してから、向こうには行きます。OK。ラビジャーを倒したらこっちに行っちゃいましょう。下の方にね、ラビジャー出るので、こっちの安全な場所から、戦うようにしてください。普通に戦うともうどうしてもね、下に落ちまくってやりにくいのね。なので必ず攻撃がね、敵の攻撃が当たらない場所から攻撃をする。そういう感じで戦っていきましょう。2回クリアです。報酬でコグクロスボウを取っていきましょう。ちょっとコグがないと、ここがめんどくさくなるのよね。なのでコグを取っていきましょう。エンチャントでマルチショット、もしくは火属性、どっちでもいいと思います。俺はマルチショットの方を入れてます。確実にダメージを与えたいのであれば、火属性の方がいいですね。よし。で、ここ結構敵がね、めんどくさいです。なので矢は、惜しみなく使っていっていいですね。しゃあ OK。 だから嫌な場所にいる。よし。凍結がね、とにかく鬱陶しいのね。で、3回クリアです。次に行きましょう。ドラを取っていきます。で、ここが敵がね、クリーパーなのよね。クリーパーで、できればここで戦いたいんだけども、ちょっと無理っていう人は危ねえ。よし、危ねえ。無理せずに、あっち側、こっち側だね、こっちで戦うといいです。いけるっていう人はこっち側で戦ってもいいと思います。結構厳しいけどね。 OK。 やべ。 OK。 この中で戦えれば早くクリアはできます。急に出てくるやつとかにダメージをもらうこともあるかと思うんですけども、慣れれば、逃げずに戦っていけると思いますよ。報酬でプレートアーマーを取っていきます。で、エンチャントでとりあえず雪玉です。で、5回も結構めんどくさいですね。よし。とにかくパワーレイスのこのピンク色のやつ、これが面倒なので、できるだけパワーレイスからまあまあ狙うのも難しいんだけどね、できるだけあいつから倒してあげると、やりやすいと思います。よし、で矢はもう惜しみなく使っていきましょう。よし、 OK、 よし、あっちかと、このねマグマキューブの火力よね、こいつの火力が高いので、まあ、攻撃をできるだけ受けないようにした方がいいです。でここで武器を変えます、秒刃斧ので、エンチャントは雪玉からですね、雪玉をまず、強化した方がいいです。で6回ここも、まあ、嫌な敵は多いんだけども、まあ、コグクロスボウを使っていけばやりやすいかなと思います。よし、 OK、 もうブレイズとねレイスのセットがもうめんどくさい。よし、危なっ、おお俺も食らいそうだったわ。よし、ということで、6体おしまいです。まあうまいことレイスの炎とブレイズの炎もう両方に重なって当たらないようにしましょう。超ダメージ食らいますもんね。まあある程度動きながらいくと大丈夫だとは思います。防具を上げましょう。フルメタルになっちゃいますね。んでボスです。あーボスじゃなかった、まだか。ここでエンチャントを入れとかないといけませんね。雪玉です。雪玉を入れておいてください。そうそうそう、ボスはまだだった。でここもクリーパーがめんどくさいです。食らわないようにねうまく処理していきましょう。まあ、雪玉があるとある程度保険として使っていけるので安全ではないでしょうか。ドンドンドン、あこっちか、ナイス。ああはい、8回クリア。次に行きましょう。でここ、エリクサーのカバン取っていきましょう。でエンチャントですね、武器に入れていきます。毒の雲と雷、これだけで OK です。まあ心配な人は弱体化まで入れていっても OK ですね。いきまーす。どうだ、あーできればねパワーポーションの方が嬉しかったんだけども、まあ仕方ない、影のブリューでいきます。これはまず、エンダーセントから倒していきます。で倒し終わった後にエンダーマンですね。エンダーマンには最初に近づかない方がいいです。動き出すので、両方動き出すと結構地獄になりますので、極力、どっちかずつ倒していくといいと思います。はい、俺のおすすめはエンダーセントからですね。パワーポーションが出ると結構早いです。で、キノコを取っていきましょう。 OK で、これ上から落ちてくる影が見えたらその場から動かないようにすると結構食らわない気がする、うん、まあまあ食らう時は食らうんだけどね、食らうとどうしても半分減るのよ。ものすごい減るんでちょっと注意していきましょう。最初からねあんだけ HP 減られると結構テンション下がるもんね。よし OK、 ここはね、ボブリン倒して食べ物が結構出るのでこれである程度回復はできますね。よし、いい感じで10回クリアです。次に行きましょう。報酬は何もいりません。んで、商人です。商人では防具を上げていきます。95か。うん、それなりに強くはなりましたね。はい。で、次。まず、こっちの鍵を取ってきた方がいいです。で、弓で戦いつつ、若干なりとも前進していく。なかなか難しいんだけどね。あ、OK。OK。いた。あ、ちょっと待って。もったいねえ。できれば、前進しながら、倒していったがいいんですけども、今みたいに罠に当たらないようにしましょうね。よし、OK。あ、これやばい。ああ、ちょっと待って。あぶね。あぶな。よし。よっしゃ。極力というか、あまり招待はしないようにお願いします。基本っていうか、まあ入りませんので。よし、じゃああとはあっちを倒しておきたいですね。しゃあ、これで12回がおしまいです。ここの報酬で乱射のクロスボウを取っていきます。で、ここでボスですね。マルチショットです。マルチショットを入れてください。とにかくこれが強い。攻撃をして弓を打つ。その交互で、攻撃していきます。攻撃、弓、攻撃、弓。それで超ダメージを出すことができます。で、出発前に、エリクサーのカバンを使っていきましょう。パワーポーションが出れば超ラッキーです。 OK。 一気に削れるでしょ。で、これで、2ターン目で確実に倒すことができます。パワーポーションが出ないとしても大体いけます。大体いける。大丈夫。はい、おいで。一気にいくよ。あ、パワーポーションどうせ切れたわ。あ、ちょっと待って、遅っ。ちょっとうまくいかなかった。よし、じゃあいきまーす。あ、そうか、キノコ使ってなかったから。そうだ、キノコだ。ごめん、キノコだった、原因は。よし、いきます。はい、ちょっと失敗しましたけども、キノコを使って交互打ちですね。報酬いりません。どんどんいきましょう。で、ここ、パワーポーションを取った状態でいくと結構早く進めていい感じですね。この草刈りがすごく、よし、はかどるのでね。ナイス、めちゃくちゃいい。行きましょう。スタート前に結構減ったな。でも大丈夫か。行きます。もうそんなに敵多くはないので、ここまで、苦労することはないと思います。パワーポーションが下にね、一応俺予備で置いてるので、それを取りいきましょう。この攻撃力2倍っていうのはね、ものすごくいい。よし、最初 HP 結構減ったけども、食べ物がいっぱい出てきてくれて大丈夫だった。よし、はい、あとは上を、2体かな、倒しておしまいです。じゃあ、あ、いたんかい。こっちまで来てたんだ、全然見えなかった。報酬いりません。でエンチャントだね、エンチャントを入れていかないといけませんね。防具じゃない、武器ですね。武器の方を上げていきましょう。毒の雲と雷を2ずつです。いきまーす。いまいちだね。こいつは攻撃力が高いので、まあ、一応注意が必要ですね。海のやつらは攻撃力が高い。しかも毒まで持ってる。よしよし、いいかな。一気にいきまーす。よっしゃ、で、あと向こうでおしまいだね。キノコ食べていきます。もう武器のね、火力はあんまりないので、まあ、キノコとかパワーポーションで底上げをして戦っていく感じですね。何もいりません。でここでようやく武器を上げます。よし、両刃斧を上げましょう。で17回ですね。ここもめんどくさいところです。なので弓を結構多めに使って戦っていきましょう。よし、スピードアップ。よし、いいね。これはほんとね、めんどくさい。どこだっけ、5回か6回と同じ構成なんですよね。ブレイズと、レイスが一緒に出てくるっていう。なのでこのブレイズとレイスの炎を同時に食らわないように立ち回っていくのが、まあ、重要ですかね。でもそんなに敵は、多くないので大丈夫とは思います。もう少し。やっぱ食らうね。同時にやられると結構食らう。で17回クリア。はい、報酬はいりません。影の武竜を使って怒りでワンパンっていうこともできるとは思うんですよ。でもあれ結構運が絡んじゃうので、俺はおすすめしないですかね。で強打入れてください。ボスゾンビ系なので確か効果があったと思います。で弓と武器の交互打ちです。あーダメだ、一気にはいけなかった。これマルチショットが何回発動するかによってすぐ倒せるかどうかが決まります。今のはちょっと運が悪かったかな。あとパワーポーションが出てなかったっていうのもありますけどね。では報酬を見てみましょう。いまいちビースティぐらいか、使えるのは。重力、虚無がつけばいいかな。虚無さん爆発、微妙。はい。ということで、今日はタワー完全攻略でした。今シーズンは、頑張れば、16分とか15分台ぐらいでいけそうなので、まあ、ちょっと周回を頑張ってみようと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。